本日の愛から万歳のゲストでございます。多分、スポーツの競技名を言ってもわからない方が多いと思うんですが、エクストリームアイロニングジャパン、厳しい自然環境下で、なんとアイロンをかけるというスポーツがあるんですが、その日本の第一人者でございます松澤仁さんがゲストです。ようこそいらっしゃいました。よろしくお願いします。何ですかこのエクストリームアイロニングって。はい、まあ、簡単に言えば、はい、まあ、いろんなところでアイロンをかける。いろんなところでアイロンをかける。そうですね、はいはいはい、アウトドアでアイロンをかけるっていう、まあ、スポーツというふうに捉えていただければありがたいんですけど、はい、はい、いろんな自然環境下でアイロンかけるんですよね、はい、そうですね、ちゃんとアイロンがけも基本的には成立させますね、はい、おお、はい、ただ成立できない環境もあるんですが、はい、まあ、基本的にはそうですね、アイロンがけあってまずこのスポーツがあるので、はいはい、日本で始められたのは松田さんがお一人目なんですか。そうだと思いますよ、はい、ははは、多分そうだと思います、はい、ちょっとじゃあこの番組の冒頭でですね、エクストリームアイロニングっていうのは一体どういうものなのかということで、はい、このスポーツの起源はどういうところなんでしょう、はい、ですね、1997年にイギリスの人が、はい、ある日なんか家の裏庭でアイロン掛けをしたそうなんですよね、はいはい、天気が良かったので、はい、そしたら、はい、まあ思いのほかすごく気持ちがいいと。でその人は山登りを趣味にする方なんですよ、はい、だったら自分のフィールドである山にそのアイロン掛けを持ち込んだら裏庭よりももっと気持ちいいんじゃないかということで山にアイロン掛け持ち込んだのが初めてと言われて、はい、1997年なので約まあ11年前ぐらいですね。そうですね、はい、ただですね、はい、そんな海外で、はい、ある日その男性がですね、はい、アイロンをかけたとしても、はい、世界には広がっていきませんよね。そうですよね、はい、どうして広がったんですか。はい、でそのイギリス人の方、はい、まあ、名前はフィル・ショーという方なんですが、ほほ、彼はまあそれで山の上でアイロンをかけたらもう本当に鳥肌が立つほど気持ちが良かったと、はい、でこれは面白いということ で彼の山の仲間たちにまあ、こういうことをやったんだって言ったら、まあすごく同調してくれる人がいて、でみんなでやるようになったんですね。で皆さんそのまあ数名の仲間なんですけど、まあこれはなかなか面白いと、だったらこれを広めるためにワールドツアーに出ようということで、まずアメリカに行ったんですよね。いわゆるエクストリームアイロニングっていうのを広めるためにまあツアーに出たんですよ。でそこでアメリカにヨセミテというところがあるんですが、はいはい、国立公園、はいはい、そこの渓谷でアイロン掛けをしている時に、ドイツから来ていたアルピニストたちと知り合ったんですね。お、はい、でそしたらそのドイツ人たちが、はい、あこれは面白いと、はい、ただヨーロッパでは、はい、ドイツ人っていうのは基本的にはすごく実直で、はい、真面目で、はい、3人以上で歩いてると行進になってしまうとか言われてる民族らしいんですよね。なるほどなるほど。でそんな彼らが、はい、山の上でアイロン掛けをしてるのに共感して始めたんですよ、またドイツで、はいはい、でそのドイツ人がアイロン掛けを山でやってるっていうのがヨーロッパでは相当受けたと思うんですよ。僕の中では多分そう思ってるんですけ なるほどそれで結構ちょっと皆さんが、はい、まさかあのドイツ人が外でアイロンをかけるなんてっていう感じで、はい、でちょっと盛り上がりを見せて、はい、でネットとかにも出るようになって、はい、それで徐々にっていう感じみたいな、ね、ということはインターネットが普及してなかったらここまで世界に普及してないかもしれませんね。ないと思います。まあちょっと僕オーストラリアにちょっと長く住んでたんですよ、はい、それで向こうでたまたま見てたテレビ番組のニュースで山の上でアイロンをかけてる人やってたんですよ。普通みんなまあ驚いてたんですけど、はい、僕はその当時もアウトドアスポーツもアイロン掛けも相当経験を積んでたの でその山の上でやってる人が、はい、なんかねパフォーマンスなんかちゃんとアイロンかけてなかったんでしょうね。で僕はなんだこうちょっとこいつって言わせていただきますけど、こいつよりは自分の方がよっぽどできるなと思ったのがきっかけなんです、はいはい、まずテレビを見て。なるほど、はい、ただ松田さん、はい、アウトドアのスポーツがお好きなのは分かります、はい、僕はアイロンもやってたんでって今言いました、ね、はい、そうなんです、ね、なんでですかこれ。まずオーストラリアで、19歳の時に初めてホームステイに入ったんですよ、はいはい、マックロー家という家なんですがシドニーの、はい、でそこの家がもうアイロン一家だったんですよ。へもう子供とかも自分で自分の服アイロンかけますし、自分のアイロン台とかお父さんが子供用の作ってみんな自分でアイロンかけるような一家 で僕はそこのホストファミリーに入って、はい、なんていうんですかね、そのアイロンかけっていうのに初めて直に触れ合ったというか、はい、それまで僕アイロンってかけたことなかったんですよ、はい、19歳まで、はいはい、
でそこのホストマザーにアイロンかけたことがあるかって言われて、いやかけたことないですって言ったら、それだったらろくな大人になれないっていう話をされてなるほど。でそこのホストマザーの方にものすごくアイロンがけの、まあ、特訓を受けたというか、すごく教わって、はい、それですごくアイロンがけが好きになって、日常的にやるようになったんでしょう、はい、それがあのエクストリームアイロニングっていうのを僕が始める本当のベースですね。アイロンがけとの出会いっていうのが。そうするとアイロンが好きだったところに、はい、そのドイツ人の方の、はいはいはい、そのエクストリームアイロニングの話を聞いて、そうですね、まあ、それ結構経つんですけど、経つんですか、はい、あのそうですね、まあ、その話を聞いて、はい、で、まあ、やってみたいとは正直思わなかったんでしょう、はいはい、正直その山の上でアイロンがけしてる人のを見たり、まあ、しても、まあ、バカバカしいなぐらいに思ってたんでしょうね、はいはい、その時はやりたいとも別に思わず、はい、あのそのまま別にアクションも起こさなかったんです、はいはい、で実際に始めた第1号はどこだったんですか、はいはい、帰ってきてアイロンを買いに行ったんですよ、うん、日本ってまず電圧が違うので、ああそっか、じゃあ日本に帰ってきてこれから日本に住むのでじゃあアイロンをっていうことで、はい、ただその時にあどうせならちょっとやってみようかなという感じで山に持ち込んだ、はい、日本で、はい、筑波山という茨城県の山でそのトレイルランニングをするしに行く時に友人と一緒にそのアイロンを持ち込んで、正直まあ山頂までアイロン持ってって記念写真ぐらい撮ってやろうかなぐらいな気持ちでやったんでしょう、はいはい、そしたらもう何だろう、山頂に行ってアイロンがけしたらものすごい達成感と、はい、その満足感っていうんですか、やってみたくなりますね。で何だろう、バカにしてたんですけど、うんうんうん、もう鳥肌が立つような感覚があって、それであこれもしかしたら本当にすごいのかなと。なるほど。でそこから試行錯誤の日々が始まったみたいな感じなんですけど、はい。